こんにちは、ペケちゃんです。稲妻イレブン号ストライカーズ2013やっていきたいと思います。よろしくお願いします。嵐が活動休止を発表しましたね。はい、ということで対戦相手なんですけども、今回はエイリアでもちょっと言っとこうかなと思います。さあ始めよう。はい、ということでフォーメーションこんな感じでいきたいと思います。今回なんですけども、未来から来た人イレブンということでございまして、まあ、こんな感じのメンバーが揃っております。まあ未来から来た人です。まあ、プロトコルオメガだったり、まあ、ザナークだったり、まあ、オーガもそうかな。で、あと、未来から来たっていうことであれば、まあ、カノンもそうなんですけども、カノンが連れてきた吹雪とか飛高とか、あとフィデオとか、まあ、その、オーガ襲来で、まあ、カノンが連れてきた、未来から連れてきたのも、まあ、入るかなという感じで、まあ、こんな感じのメンバーになっております。で、ちなみにこれ、フューチャーっていう名前にしたんですけども、なんか昔、稲妻イレブンフューチャーっていうゲームが、ありましたよね。発売されてないけど。はい、星の使徒スタジアムです。試合開始だ。はい、ということでやっていきましょう。タイム頑張りましょう。今回ね、まあ未来からということで、まあ、プロトコルオメガのユニフォームを着用しております。意外とね、これね、色はかっこいいんだよね、色はね。ただ敵、なんか稲妻イレブンのさ、敵キャラのユニフォームってさ、なんかでも独特なのが多いよね。エイリアのさ、なんかそのリミッターだったり、あとなんだっけ、なんか水晶みたいな、胸に水晶みたいなのがあるのもいいよね。ウルトラマンみたいな。やばい、かわすぞ。おーし、ちょっと今の声エロいね。もっと聞かせてくれ。俺の耳はエロい声を欲している。よくしてるからね。ちょ待ってよ、これ調子に乗るなよ。あ、なんか俺に対して言われた気がする。さあ、これはまずね、お猿さんのこれいこうか。化身見せてあげるよ、超魔人エバース。モータルスマッシュ、どうだ。ドリルスマッシャー、よし、決まっていく。僕たちの邪魔はさせないよ。これ猿ですからね。猿、そのアルファベットで猿っていうこの名前の付け方がちょっとなんか面白いなとちょっと思うんですけど、これちょっと待って。おっと、それはやけくそ。それはやけくそすぎん。それはやけくそすぎる。これノーマルキャッチでいこうか。あえてのな。ザノーだからいける。あっ。はい、ということでね。今回、今試合の方始まってきました。まあ、現在1対1ということでね。まあ、試合はこれからでございます。まあ、同点ってことでね。まあ、新たにこれから試合スタートの。まあ、ある意味、試合開始ですね、こっからが。ある意味、こっから試合開始ってことでね、やっていきたいと思います。さあ、これ、バラップが貯めて、そう。やっぱりね、まずオープニングシュートはこのバラップで放っていきたいと思います。はい。なんか前半がね、今勝手に10分になってるんですけども、知りません。俺は0分の気持ちなんで。さあ、これ、貯めて、バダップが貯めまして、ウルビだ。ああ、おっぱいにやられた。よーし、いや、まだよし、オッケー、よし、これいこうか。貯めて、バダップが貯めて、バダップ、ちょっとね、ちょっともうちょっと近いところで行きたいな。もうちょっと近いところで。デスブレイク、よし。いや、デスブレイクいいね。2対1。このチームってやけにさ、相手のゴールキーパーに対して得点した後に生きるってやつが多すぎる。さっきのサルもそうだし、このザナークもそうだし、まあ、ザナークじゃなかった。まあ、でもザナークも多分生きったよな。そういうのやめた方がいい。アズム。アストロブレイク、
今度こそちゃんと止めてくれよ、ザノー。やらせるか。キーパーコマンドゼロスリー。どうしたの。よし、このザノーのさ、この右身につけてるイヤホンさ、あの家電量販店で安く売ってそう。あの通話用のほら片耳のさ、ブルートゥースのイヤホンみたいな感じで安く売ってそうですね。待って、やめて、やめちくりー、やめちくり、やめちくり、やめちくび、やめちくび、オーケー。ドラゴン止めろー。よーし、これは入ったね、ミキシマックスだから。よーし、キラキラーイリュージョン。さあこれね、カノンが、これすごい抜け出しじゃない今の。これでゴッドキャノン。ゴッドカノン。ドリルスマッシャー。さあこれは弾かれていく。ただそのセカンドボール拾えませんでした。セカンドボールね、これ胸でトラップ、でっかい胸でトラップして、これね、よし、これね、ヒロト、こっちはね、浄化されたヒロト、これはね、待つ、待つ、あれ、来た来た来た、行きます、バース。ザバース。え、ちょ、お前強ない？お前強、お前強、待って、おう、今のさ、むしろあっちのボールなんだけど、なんでブロッカーで打たれたの？不正、不正行為。さあ、行こう。ちょ、待って、これは、ガイアブレイクか。ガイアブレイク。これね、ジャイロセービングで止めてくれますわ。ザノーだからね。キーパーコマンド07。ジャイロセービング、うん、噂には聞いてたんだけど弱いね。あのね、未来から来た人でゴールキーパー探したんだけど、まあザゴメルってのがいたんですけど、あれハイボール手術のためにブボーとゲーボー入れなきゃいけなくて、枠的にすごいきつかったんで今回ザノーにしてるんですね。ただザノーがさ、あまりにも弱すぎる。まあ2失点のうち1点はさ、俺のせいなんだけど、ちょっと待って、これ前半さ、なんとしても勝ち越して終わりてえな。勝ち越して終わりたいんご。今日キャラ変わんなかったんだけど、富田が、ブロック技が打てません、ブロック技が打てません、俺のせい。俺のせい、俺のせい、俺のせいで、うん、これちょっとザナークミキシマックスして変えようか。ミキシマックスする暇すら与えてくんない、せっかちすぎない審判。さあ始まりました、頑張るんば。ちょっと今のキモかったですね。さあこれミキシマックスを貯めるんご。よし、スーパーザナーク。待ってよ、お待ち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 、おっと、やばくない？ユニバースブラスト。ザノーに止められる気がしないんご。これ決められる気しかしないんご。止めてほしいんご、止めてほしいんご。おお、奇跡起こす。さあそのままそのままね、そのままカウンターですよ。カウンターして、ちょっと待って、アルファベータガンマ、たまたまちくり、たまちくり、たまってねえんだけど。おーい、プロトコロメが、ちょっとさ、待って、まずいまずい、あっちから来るね。これ一回キーパーに戻そうか。よし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 。でこれロングパスを、やーい、通んない、通らない、通らないんごらん。これちょっとザナークでいこうか。じゃあザナークでグレマ、俺グレマ俺行こう。待って、あ、これプロカタ、あ、よし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 、
よーし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 、行きます。これで止まるな。今ここに最短する、グレートマックスな俺、スーパースーパー弾でドリルスマッシャー。よーし、まあ、これは余裕、これは余裕。よし3対2。見たか、見たな俺の力を、見たか。よしということで3対2です。3対2。いや素晴らしい展開だと思わんかね。なんか今の言い方さ、あのムスカ大佐みたいだったけど、ちょっと待てよ。これシュート打たれたら終わりなので、シュート打たれた出ろ、バーカバーカ、ザマビロンこら、はっはっは。待って、これフィディオ行こうか、フィディオ行こうかな、フィディオ。いやフィディオは、ちょっと待って、フィディオはシュートチェーンの方が生きるんだぜ、生きるんだぜ。これね、あー、胸で、胸でさ、タックルすな、胸タックル、胸タックル。待って、これよし止めろ、よーし、これ入った。キラキライリュージョン、ちょっと待って、べ、これこっち、これ使うで行きましょう。1、2ので、フィディを巻き込んだ方がおもろいんじゃないか、フィディを巻き込んだ方がおもろいんじゃない。拒否はできない、天空の支配者。さあ、オメガタックいくよ。オメガアタック、どうだオメガ。いや、そこでいや、それは絶対足折れるんだよな、足ってそもそも入ってない。ドリルスマッシャー、あー、まあシュートブロック入ったからか。でシュートブロック強くね、あのシュートブロック。待って、あれ、ちょっと待って待って待って、スペースペンギンは良くない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 けど、あー、それか。アストラブレイク、アストロブレイク、これまあドーンシャウト、コマンド03ドーンシャウト、よし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 、ドーンシャウトしていく。さあ、これは退屈させないで、フィリオアルデナ、アルデナまた来るか。ちょっと待って、これなんとしても、なんとしても、なんとしても、なんかドリブラーザ、ドリブラーザでいいねか。じゃ、何言ってんだ。あっ、おお、プレー外でのプレーはファールだろ。待って待って、よくないよくない、これはよくない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 、あ、まずくない。大丈夫か大丈夫か、ザノジャイロセービングで、キーパーコマンド07ジャイロセービング。あーれ、いや、レベル2の技にレベル3が負ける、それはやばい。今の破られるのちょっとやばない、やばない、あれあれやばない、ちょっと心配になるレベル。これちょっとオーディンソード、オーディンソードがまだ打てていない、これから打つか。オーディンソード、これゴッドキャノンのシュートチェーン入ってくん、いや、ブロックが熱い、グラビテーション、グラビティーション入ってからのシュートチェーン入んねえか。うわ、ちょっとずれてたか。ドリルスマッシャー、いやー、苦しい苦しい試合だ、苦しい試合だ。ただこれは、これザナーク、ザナークとカノンを合わせ持てばどうだ、これできるはず。今ここに最短する、グレートマックスな俺、スーパーからのゴッドキャノン、これはいったでしょ。これはいってくれ、さすがに破れ。よーし、熱い熱い、見ててくれたひじいちゃん、
なんかカノンのさ、イヤホンも家電量販店とかで売ってそう。ドンキのイヤホン、なんかヘッドホンコーナーとかで売ってそう。待って、そういえばさ、さっきさ、俺ザナあのさ、デザーブのあれが切れてるように見えたんだ。ちょっとこれ打とうか。はい、多分これ決まる。いやー、多分これ決まる。でもはい、とりあえずね、あのヤバかったらあれ打っとけっていうそういう風潮あるからね。いや、だからその相手を見下ろす多すぎる。相手に対して生きるのが多すぎるこのチーム、うん、未来人ってみんな生きるんかな、そういう性質なんかな。ちょっと待って、待ってよ。うぅ、はい、おっぱいブレイク、シュートブロック入んない。ドーンシャウトしようか。やらせるか、キーパーコマンド03。ドーンシャウト、よし。ちょっと待って、フェイが何もやってない。フェイが何もやってない。ミキシマックスぐらいしようか。ミキシマックスぐらいしようか。一応キャプテンなんだけどね、フェイ。今打てただろえ、今のぐらい許してくれてもいい。今ちょレベル3になった瞬間で止めやがった、あの審判。許さねえ。はい、はい。